料理これくらいで大丈夫だった？ラーメン銀河のチャーハンもあるから足りると思うけど。お、マジでタコさんウインナー作ってきたのか？マスキが持ってこいって散々言うから。先に言っておくけど、冷やかしたら承知しないから。はいはい。そういや、チュチュの方は準備できてるのか？万全よ。まあそんなに大げさなものでもないけど。飲み物お配りします。今日は特製ホットミルクですよ。ロックさんの分はこちらです。改めて夏期講習の課題お疲れ様でした。そしてこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。あ、この牛乳普通のより甘い匂いがする。なんといっても牧場でもらってきた牛乳ですから。朝6時から電車に乗って牛と格闘してきました。パレオ、焼き菓子もう並べちゃっていいよな。よろしくお願いします。マスキさんのお菓子、今日は何ですか？今日はフロランタンとシュークリームとクッキー焼いてきた。クッキーのアイシングはこだわったから見てくれよ。私のギターですよね。細かいところまで再現されてて、てるすっごい。こっちはおっちゃんだ。かわいい。ちょっとマスキング、なんで私の顔のクッキーがあるのよ。やだやだやだ、最高です。アッスーさん、これパレオのために作ってくださったんですよね。パレオのものということにします。勝手にさらっていくんじゃないわよ。待ちなさい。めちゃくちゃ喜んでんな。チュチュさんは猫のやつですよね。間違えて食べないように避けておきます。今日はケーキじゃないんだね。いつも張り切って大きいの焼くのに。ああ、スイートポテトが主役だって聞いたからな。パレオが用意するっつってたけど。それがスイートポテトは結局私がお店を思い出せなかったから買ってこられなくて。いえいえ大丈夫ですよ、ロックさん。ロックさんの思い出のスイートポテトはじゃーん、こちらです。スイートポテトは、まあまあ一口食べてみてください。じゃあいただきます。はっ、あー、このしっとりとした食感、バターの味、それにふわっと広がる甘い匂い、どうです、どうです。私の思い出のスイートポテト。びっくりしました。店がわからなかったんじゃなかったのかよ。でも本当に食べたかったスイートポテトの味なんです。なんで、魔法みたいよ。パレオ、どうやったの？もちろんお店で買ってきただけですよ。ロックさんの地元に行ったのもそのためですし。でもロックさんはお店が思い出せないとおっしゃっていましたが、パトさんたちの SNS のアカウントにカフェやケーキ屋さんに行った写真が何十枚かありました。全ての写真を背景の写り込みなどからお店別に分け、行った回数が少なそうな3店舗に目星をつけたんです。なんで行った回数が少なそうなところ選んだの？ロックさんの証言からですね。場所や名前を覚えていないのはそのお店に通っていない証拠ですから。あとは SNS やサイトで徹底的に食レポやレビューを調べまして、ロックさんがおっしゃってた味の特徴と照らし合わせてみたんです。そうしてたどり着いたのがこちらのスイートポテトだったというわけです。
お店で試食させていただいたのですが、マスーさんが作るものと味が似ていたので、ロクさんは絶対にお好きだろうと確信を持ちました。へえ、根性や。すごい、スイートポテトのためにそこまでしたんだ。だからパレオはクレイジーだって言ったじゃない。パレオは自分が好きなもののためならとことんやるわよ。愛情が深いからこそたまに常識を飛び越えてしまう。チュチュが言うと説得力あるね。理解が早くて何よりだわ。照れてしまいますね、チュチュ様。照れてない、呆れてるのよ。つうか、ロックを地元に連れて行く意味あったのか？あれはパレオから個人的なプレゼントです。やるからには最大限喜んでほしいじゃないですか。ラスのキーボードメイドとして、ロックさんのお友達として、いいところ見せられました。はい、すっごく素敵なサプライズパーティーです。ありがとうございます。そしてサプライズはこれだけじゃありませんよ。ロック、ギター持ってこいよ。ギターを？それってもしかして。いいからついてきて、カモン。楽器が全部セッティングされとる。ということはセッションです。わー、やったー。ロックが喜ぶって言ったらやっぱりこれかなと思って。音響もライブ用じゃなく、このスタジオで一番気持ちのいい音が鳴るように準備したわ。最高で最強の環境で思う存分暴れなさい。はい、曲は何をやりますか？ダイオット、それともアウトサイダーロデオ、インベードショーもいいですよね。ノー、今日はアドリブで演奏するわ。スコアなんて関係ない、一番活かした音を出したプレイヤーが優勝よ。どう？震えるでしょ？はい。お、さあさあ、油断してると今日はパレオが皆さんをガブッといっちゃいますよ。あ、いったな。私も負けられ。今日はとことんいいとこ見せます。